編集長とも対談してたし、まあ、元編集長か、うん、で文春もなんか矜持があってやってるなと思ったけど、まあ、相当クソ雑な仕事しやがんなって思って、じゃあこの LINE の内容本当ですねって言われたら、いやこれは本当です、うん、でもここで書いてないことめっちゃありますよねみたいな。でもその時いろいろ感じたから、今となったらいい経験ですけど。それって世の中の見え方するともう何ですか、出版界の小室哲哉みたいな状態から、まあ、そこまでじゃないですけど、どうやって、まあ、色物一発屋が落ちたしめしめって感じでしょ。一発屋でもいい、何、まあ、確かに一発屋ではないじゃないですか、まあ、時代の寵児的なやつがやっと落ちたかって感じですよ。あ、めっちゃ痛快なんじゃないか、あんな名前聞いてたのにダサみたいな。え、それ実際その渦中にいるときは自分の気持ちはどんな感じなんですか。でも普通に落ち込みはするんですか。だって結構な攻撃を食らっちゃうんですか。落ち込みはする落ち込みはするし、うん、2回食らってるんですよ俺。あ、これ1回目がそのさっき言ったセクハラ不倫騒動、うん、で反省してねえよバカっていうのをオンラインサロン内で動画で出したら、それをそのまま流されて、そっちの炎上の方がでかかったです。あでも僕はいろんな人にあれをやったから大ごとになったんだって言われたんですけど、でも僕は僕の中で若干違くて、一発目の時逆に外歩けなかったんですよ。なんかでも2回目でそれを言っていろいろ不適切発言したし、いろいろ良くなかったと思うけど、そこでぶちまけたことによってもういいやと思って外歩けるようになったんで、まあまあしょうがなかったかなと思いますよ、ね。報道出たのって3年4年前の話ですからね、うんうん、で出る前の僕が埼玉住んでた貧乏時代の話ですからね。そんな前の話なんですか。そうなのに、まあ書き方ですよ。スッキリで活躍してる箕輪の真実みたいな、現在進行形っぽく見えますね。そういう風に書くんで深く掘んないと、うん、まあ、なんか昔だからどうとかって言うつもりはないですけど、それによってストップした仕事とかあるんですか。ニュースピックスの編集長を辞めて、その本とかはどうしたんですか。出す予定だったんですか。まあそもそもその一旦休止状態だったんで。あ、そっか、自分の。そうそうそう、でテレビも辞めて、うん、って感じですよ。あ、じゃあそのニュースピックスはそれぐらいで、逆に誰かの著者の本がそれで止まったとか、そういうあれはなかったんですね。特に何冊かあったかもしれないですけど、決定的に進んでたのをやめたっていうのはないですね。なんかまあまだ構想段階みたいなのを適当になんか今やってもお互い炎上するんでやめましょうかみたいなのがあったかもしれないですけど、うん、ところで皆さんどう過ごすんですか。それ2020年ぐらいですか。あれコロナ前ですか。コロナ起きた年ぐらいですか。まさに起きたぐらいですね。あ、そっからあのホリエモンが優しくて、うんうん、プライベートジェットでラグジュアリー自粛しようっつって、はい、ラグジュアリーに自粛してたんですよ。もともと決まってた予定だったんですけど、まあ外も歩けないぐらい落ち込んでたんですけど、気にすんなよとか言われて行って、最初に行ったとこが北海道で、うん、あのピーチジョンの野口美香さん、あのミカジョンの家行って、もうロッチみたいなすごいなんかいい感じの落ち着くところで、まあホリエモンチームと僕とミカジョンで、でホリエモンチームはゴルフ行くんで、ゴルフ僕しないんで、ゴルフ知ってない間もう本当にスマホも見れないみたいな状況の中、朝からこうミカジョンがこう夜のカレーをの人参とか切ってるところでカウンターでウイスキーずっと飲んでて、あんた本当病気になっちゃうよとか言われて、いやもう本当もう死にたいんですとか言ってでそのミカジョンの家にサウナがついてて、でサウナ入って出てウイスキー飲むみたいな永遠繰り返して、そしたらホリエモンがゴルフから帰ってきて、お前まだそんなうだうだ言ってんのかよとか、俺なんて逮捕されてんだぞと、でミカジョンが私なんて外星者呼ばれてんのよとか言われてなんか変な人しかいねえなと思って、でも落ち着くなと思って、いびつな人しかいないなと思って、いびつのまま生きるっていう本で、ある種もういいや俺は
頭おかしい人間なんだって本書いてやろうって思ってたんですよ、うん、はあ。そしたら秋元康さんとそのなあとご飯食べる機会があって、うん、その話したらお前みんな違うってって言われて、まあ、いびつのまま生きるみたいな世間に中指立ててることやっても誰もついてこないよ、うん、お前カルト的な人気になっちゃうよって言われて、うん、お前が今出すべきはかすり傷も痛かったっていうエッセイだって言われて、いや死ぬこと以外かすり傷って本出てたんで、うん、かすり傷も痛かったってもうお腹を見せることによって、うん、みんながお前のことをもう一回受け入れるんだみたいな、うん、確かにそうだな、うん、でもなんかそのまんまそれを出す感じもなく、僕の中でそういういろんな人の言葉とかを煮込んでやろうって思ったのがサウナ雑誌のサウナランドっていう雑誌を作ったんですよ。それをサウナの雑誌に落とすんだ、消化したんですよね。もうかすり傷も痛かったとか、まあ、いびつっていいじゃんみたいな僕の中でのグツグツしたいろんなものを、ある種サウナっていうものを媒介として表現したかったっていうのでサウナランドって雑誌を作ったんですよ。それは自費出版ですよ。でそれがまあクラファンで多分1000何百万集まって本も売れて、でエストネーションとか伊勢丹とか、うん、ビームスとかもコラボしてくれるようなブランドになってっていう感じですよ。すごいですよね。その本じゃなくてその雑誌でしかもサウナっていうなんかだいぶ違うところになんか落としてるのが面白いですね。要は僕の中での大きな変化がそのニュースピックス的な世界観からサウナ的世界観に変わったっていうことを言いたくて、それまではまあ誰かと競争して勝って一番高い木の実をつかむみたいな、うんうん、それを狙ってたし求めてたし周りに勧めてたんだけど、文春とかいろいろあってなんかそうじゃなくて競争して上の果実を取るんじゃなくて、まあ、ここにあるハイボールが一番うまいよねみたいな、そっちの大切さに価値観が移行していること、うん、それはそのホリエモンとかと一緒に自粛した期間とかいろんな人と話したりミカジョンの家に行ったりしたこととかを全て自分の中に落とし込んで、その大きな価値観の変化を表現したかったし、何よりもさっき言った時代の変化もそうだなと思って、自分が表現したいものと時代の変化がやっぱクロスするものを出したいんで、時代の変化も大きくそのある種資本主義成り上がり自己責任的な論調からなんか脱成長とかなんかひろゆきさん的な、まあ、無理しないでいいですよ的なとこに大きく変わってったと思うんですよ、コロナを機会に。だから僕なりの変化と時代の変化がちょうどクロスしたんで、それをそのまま脱成長とかって出しても寒いんで、まあ、サウナ雑誌としてある種サウナ雑誌なんだけど、根っこにこう流れてるテーマは僕が今言ったようなことっていうのをやりたいなと思ってやったんですよ。でそれで僕の中では一個あのまあ消化させたっていう感じ。でもいいですよね、そうやってなんかその自分が作る本でなんか自分の傷癒やすじゃないけど、まあですね、相手がいることなんで僕が勝手に癒されてるのどうなんだっていう話にされたと思うんですけど、まあ武装としてしか生きられないですからね、編集者って。やっぱ自分が感じたこと、いいことも悪いこともそれが全てのなんか土壌っていうか、そっからその土から生えてくる木からなる実を人に与えるだけなんで、まあできるだけその不純物も含め土壌が豊かじゃないと新しいものは生えてこないなと、うん、あれですね、私はそのダーシーさんとか井川さんとかあのなんていうんですか、ちょっとアウトロー系な、だからそこは最近見つけた新しい自分の興味で、その僕がやってるビジネス自己啓発みたいなことに対して飽きたじゃないですか、うん、本当に世の中の規範から外れてるけど自分なりの流儀に沿って生きてるみたいな人が僕は好きで、うんうんうん、
で起業家でもそういう人を選んできたつもりなんだけど、世の中結構ホワイト化してるから、起業家でそんな頭おかしい人ってやっぱ今成立しないんですよ、うん、ってなってくるとやっぱ井川さんとかガーシーさんみたいな人でそういう案件が来るようになって、で僕がやっぱあるなって思ってるのはノンフィクションって売れないんですよやっぱ、うん、なかなか、うん、しかも金もかかるし膨大な時間もかかって、でそっちのノンフィクションのジャンルって僕も好きだし大事だと思うんですけど、僕がその膨大な取材を重ねてあまり売れない良質なノンフィクションを作るってタイプじゃないんで、僕としては時代の今求めてる人のでもちょっとアウトローだったり、まあ反社会的だったりしてる人をものすごいスピード感でまとめて時代に即した形で出し、でもそれが単純なノンフィクションというよりもある種メッセージ、その自分の人生、普通に生きてる人たちの人生にも何かしら通ずるメッセージがあるっていう、なんかノンフィクション自己啓発みたいなジャンルはもしかしたら開拓できんじゃないかなっていうのは井川さん、ガーシーさんやって見つけた新しい自分の土壌な気がします。うーん、ガーシーさんとかって50になってあんな逆転できるんだみたいな、そうだからよく僕はそう思うのは、それこそ外録で言ってたような内容だったとか、うん、新しい情報なしとかレビューに書いてあるんだけど、それはやっぱ本って絶対にネットに情報じゃ勝てないんで、うん、そんなのネットの方が早いに決まって、今日取って今日出せるわけじゃないですか、うん、本なんて印刷で2週間かかるし、校正さんが誤字脱字ないかするのに1週間かかるし、うん、絶対情報じゃ勝てないですよ。だから情報はあくまでも置物であって、情報の裏にあるメッセージと、その情報から何を得てほしいか、うん、得てほしいって偉そうだけど、うん、その情報が何を伝えてくれるかっていうメッセージと、その情報をどういう順番で、うん、組み合わせることによって一つの物語になるかっていうのが本の勝負なんで、そこは考えてますよ。で、うん、ガーシーさんで言うとまさにおっしゃった通り、あんな詐欺して110円しかなくてドバイに逃げた人がたった206日で参議院議員までなれるっていう賛否も含め、こんな嘘みたいな話も死なばもろともっていう覚悟をさえ決めればできないことはないんだよっていう、そのことなんですよ、うん、それって別にこの辺のオフィスで働いてる人もそのまんまは絶対使えないけど、何かしら刺さるものがあるじゃないですか、うん、本当に人間全て投げ打ったら1年経たずして全て状況は変わるんだってある種希望だし、うん、そういうのを伝えたいなって思いますよ。逆に僕なんか思ったのは、所詮僕は1日間くらいしか取材してないもんでは到底勝てない満足度と、やっぱ時間がかけられてるから物語として面白いですよね。あ、ここで一回過去振り返るんだ。あ、その、うん、だからでも今ネット時代でその取って出しの方がいいっていうのは当然あるし、僕もそういう加工してないものを見たいっていう、中途半端に編集するぐらいだったら、うん、取って出ししろよって思うから、もうだからどっちかっすよね、うん、本当に無加工なものか、しっかりと加工して物語にするか。しっかりと加工してあのスピード出してるのすごいなと思いますけど、本当にあ、このちゃんと物語になってるんだって思いながら見ましたね。普通に本を、ね、作ったことないんで分かんないんですけど、うん、でもそこはもう決め打ちっていうか、なんないものもめちゃめちゃありますよ。うわ、これなんねえな。あ、なるほど。やりたいと思ってもこっちがある程度シナリオあるじゃないですか、うん、でインタビューするじゃないですか、でシナリオに当てはめたまんまやると嘘っぽい物語になるしやらせになるんだけど、ある種こういうストーリーで行きたいっていう中で、うん、それに基づく情報をもらって、うんうん、たまには裏切られながらどうにか着地するっていうのが一番多分面白いものになって、うんうんうん、でガーシーさんはそれがハマった感じで、うん、たまには全くハマんなくて掘っても掘ってもこれどうにもなんねえなっていうのが本当多いっすよ。そうなんだ。ちょっとなんだっけ、ガーシーさんなんかガーシーさんのツイートと皆さんのツイートでってなんかズームを
なんか何時間かけ3回読んで終わりましたみたいな。そうっす、だから3時間よかける4で12時間ぐらいじゃないですか。少しあれで、それがでも半分ぐらい俺が聞きたいだけのゴシップ聞いてる時間ですから、ね、でもそれはですね、その12時間であれ完成させるって本当すごいっすね。まあうん、ライターさんもすごい優秀な人だし。ああ、いや確かに。でも、もうそこはね、もう自分らの中でのできるだけ遠いものをやる。僕は深夜特急が好きなんで、うん、沢木孝太郎さんの、こんなこと言ったら怒られるんですけど、うん、一緒のに語るなんて。僕は深夜特急を作りたいと思ってガーシュさんの方を作ったんですよ。へ、深夜特急っていうのは一人の世界とか世間を知らない若者が世界を旅しながら、ユーラシア大陸を横断しながら、いろんなものを見て聞いて体験して自分を発見していく物語みたいなとこをやろうみたいな、をああいうある種下世話な暴露本チックなもので表現しようと思ってやっていくっていうのが意外と大事で、めちゃめちゃ遠く離れた、一生すんなよみたいなものを再現しようとすると、なんかいい感じになったりする。はあ、いやどうぞ、すごいすごい、わかりますよ多分。いやでもだから僕もガーシーさんの動画とか出すときに、サムネイルとかどうしようかなとか、まあ、結局撮った後でしか感慨を得られないんですけど、まあ、まあ今まで過去にコラボしたような人たちと似たようなタイトルにするのをまあ、ちょっと違うなと思って、一番しなさそうな、なんか女9人抱いたとかそういう、全くそう、そういうことだと思います。それがいいなと思って、まあ、回るか分かんないけど、過去のサンプルがないから、ガーシーが女抱いた話がネットで受けるかどうかよく分かんないんだけど、いいやこれでみたいな。いや本当そうっす。だからオチが大事だなと思ってて、ああいうどんな面白い物語もオチが決まんなかったら決まんないじゃないですか。だから選挙勝ったから最後バンって出国からわずか206日当選ってポンって最高の沿道のテキストが書けたんですけど、オチがなかった場合も強引に作ろうと思ってました。それこそ強引に、嘘じゃダメなんで、お母さんとか新助さんとか要所要所で登場してくれる主要人物に電話してもらって、その帰ってきたセリフを書くとか、もう落ち作んなきゃってずっと思ってて、だから選挙受からって思ってました。本の物語として完結させるために選挙受かってって思って。それってこっち側の気持ちの問題じゃないですか。言ったら本が売れる売れないと、その1ページがあるかないかは正直関係ないけど、でもやりたいですもんね。いや僕なんか深夜特急のオチが好きだから、うん、まあ、その人は違うオチになったんだけど、いろいろガーッてあって最後パスッて落ちるのが好きなんです。それを絶対やりたくて、だから絶対浮かれてあのオチを思いついたから、タタタタタタッみたいなテキストだけで終わる。絶対受かってって、だから僕受かった当選ってなった瞬間ちょっと泣いたんですよ。よかった、いいオチ来たって思って。確かにだってか、いろんな複雑な思いしてる人いないだろうけど、確かになんかちょっと当選分かった瞬間ちょっといいですよね、うん、なんかちょっとかそう、なんか、まあ、あったっていうかもあるかもしれないですけど、そう感動したでしょ。感動してましたね、普通に。なんか僕本当に選挙なんて行かないのに、オチが欲しいからガーシーって書きました。そうですよ、僕もガーシーって書きましたね。でもなんかいいものって、いいものかどうか分かんないけど、熱があるものってスタッフがどんどん熱にうなされてミイラ化するんですよ。関わる人がどん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 巻き込まれていくものっていいもので、僕ネオヒルズジャパンやった時、それが本当に初体験だったんですけど、表紙を SDQ に撮ってほしいと思って、しかも当時の矢沢翼なんて今のてかガーシーさんより怪しい、単なる詐欺師だと思われてたから絶対に無理だろうっていう中で、でも分かんないと思って電話したら OK もらえちゃったんですよ。はあ、だって普通にだから防具とか撮ってる、そう防具とか、そう世界的なマライア・キャリーとか
パッキャオとか撮ってるユズラなんて撮るわけないじゃないですか、うんうん、で恥ずかしいから電話しないでって双葉社の人に言われたんですよ、うんうん、双葉社がバカだと思われるからって、うん、でも電話したら OK もらったって言ったらみんな絶対嘘って言って、うん、でも本当ででも撮影前打ち合わせにレスリーがなんかパリで飛行機乗り遅れたとか言って来なかったんですよ、うん、で当日ぶっつけ本番で、まあ、レスリーもプロだから大丈夫でしょってなったらその前日の夜に撮りたくないって電話かかってきた事務所から急に急に、うん、もう全部スタンバイしてんのに、うん、なんで急にですかって言ったらなんかギエテと間違えてたって言われてなるほど、ゲーテだったら撮りたかったんだてか与沢翼をそもそも知らなくて、うんうん、でも事務所の社長は知ってて、うんうん、事務所の社長が OK したんだけど社長は知ってて要は時代のあだばなみたいないかがわしい人を撮るっていうのも仕事の振れ幅的にありなんじゃないかって思ってでレスリーは外国人だし日本語そんな上手じゃないから、うん、社長が言ってるってことはまともな雑誌のまともな人だろうと思ってとりあえず OK してそしたら事前の打ち合わせも来れなくて でもレスリーすごいいい人だから撮影前にその人の趣味とか全部調べるらしいんですよで調べたら詐欺師とか被害者の会とかばっか出てくるからいやなんでこんな人撮るの僕がって社長に怒って社長も多少多分説得したんだけどもうレスリーが絶対撮りたくないって言うから社長が本当申し訳ないって言ってこっちが OK したミスなんだけどどうしても撮らないって言ってる以上撮れないですって本当申し訳ないですって言われていやこっちもみんなに嘘つけって言われてレスリー撮るわけないじゃんって言われてるいや撮るって言ってましたって言ってるからこれでレスリー無理でしたって言ったらほら、うん、お前一人でバカみたいに勘違いしてただけじゃんって言われるから絶対それだけは嫌だったんですよ、うん、だからなんとかそっちのミスもあるんだから当日現場だけ来てくださいと一回も会ったことないし、うん、で僕が説得しますで無理だったらいいですって言ったんですよ、うん、その代わり御社所属の普通のレスリーじゃないカメラマンさんお願いしますねって言って話を決着させてでも誰にも言えなくてレスリーが撮らないって言ってるんで、うんうん、もうすごいレスリーが撮るって言っただけで相当すごいスタッフが集結してたんですよ、うん、美術とかそうですレオンで撮ってますとか、うん、メンズなんとかで撮ってますみたいなレスリーが撮るならっていうこれでレスリーが撮りませんって言ったら俺マジで一番若かったしなんかもうアホじゃんってなるからでも全然来なくてで来ないっすね遅いっすねとか言われていやなんで遅いんですかねとかごまかしながら冷や汗かいててでレスリーが遅れてきてめっちゃなんか切れてるんですよ、うん、なんで僕がこんな詐欺師取んなきゃいけないのって、うん、でみんな分かんないからはみたいな、うん、なんでレスリー怒ってんのみたいになって、うん、で僕が説得してレスリーも一回逮捕されてるんですよ、うん、書類送検からなんか男性のヌードかなんか取って、うん、で男性のヌード取って逮捕されてるレスリーは世の中の善悪とか関係なく自分の欲望でやりたいことやったじゃないですかと、うんで与沢翼も世の中の善悪とか関係なく自分はアスリートが 0.1 秒を縮めるように1円でも多く稼ぎたいって彼なりの流儀で生きててそれが周りの人から見たらおかしなことかもしれないけどそれが今一種の現象になってんだからその瞬間を切り取ること自体はカメラマンとして拒否することじゃないんじゃないですかって言ったらなんか僕も怪しいカメラマンだから怪しいやつ撮るみたいなこと言ってでみんなこう息を飲んで見てた人たちも拍手とかではなかったけどなんかテンション上がってみんなちょっとこの案件乗っていいのか微妙だったんですよ与沢の雑誌なんて作っていいのかな俺らみたいなそこから全部変わってまさにスタッフが熱に侵されるように熱くなってって、まあ、発売日書類送検されたけどアマゾン1位になってみたいなことがあってだからガーシーさんもそれに似て賛否両論めちゃくちゃあるけど一回関わった人はなんかちょっと巻き込まれてくじゃないですか、 うん、だから熱のあるコンテンツってこういうもの、うん、
仕事で関わっただけなのに選挙行っちゃって当選を祈るみたいな、うんうん、ちょっとある種異様だけど、その異様な熱が人に伝わって、まあいいか悪いかは置いといて現象になるんだろうなっていうのは思いますよ。お金以上に働いちゃうってことですよね、みんなもう。全くそうっす、うん、で周りから見るとある種信者化してるっていうか、なんか意味が分かんない。あ、でも僕もフリーのディレクターだったんで、楽しい仕事は別に自分があと3時間頑張ったところでギャラ変わんねえのになみたいなこと思いながらやっちゃうというかね。そう、勝手にそうっすよ。だってラシーさんの案件なんてもう今のネットの喧嘩のうん、もう巻きくべてるみたいになっちゃってますからね今だってなんか場外の戦いみたいな感じ。場外、大戦争起きて、うんうん、でもなんか収まったなと思ったら巻きくべるみたいなやってますからね、うんうんうん、なるほど。あ、そっかそっか今の状態は本が販売するってことであるとはまあまあいい状態なんですか。本当に言ったらね、あの、よくないんですけども、やっぱね、騒ぎが収まっちゃうとこっちも困っちゃうのまあ本当に、でも誰かが僕も文春やられてムカついたんで、直接的に誰かがそれによって被害被るみたいなことには絶対加担しないようには思ってますけど、うん、まあ収まっちゃうのも収まっちゃうので困るんですよいや、すごいいいエンディングみたいなあ、でもそうですよね。そう、あ、田中幸喜さん捕まった時僕の動画急に伸びましたもんいやいや、それは作り手として良くも悪くも病気だからしょうがないですよそこでざわざわしない作り手は、まあ、そういうクリーンな作り手はあるけど、多分似たようなちょっとグレーなところに落ちてる妖怪みたいな人に興味ある人間はやっぱザワザワしちゃうよ。はい、そうですね。来た来た来た、大丈夫かこれみたいな、戻ってこれるかなみたいな、俺みたいな、わかります。あ、めっちゃいいじゃん。でもガーシーさん取材したと、うん、今先に控えてる芸能人の取材全部キャンセルになっちゃったらどうしようとか。全くそう、めっちゃ思いました。全くそう。でもそれは、はい、短期では芸能人がキャンセルしてきたり、はい、事務所がこいつ空気読めないやつだって思われて信頼失うかもしれないですけど、はい、中長期ではやっぱりみんな物を作ってる人たちだから、うん、やっぱ牙を持ってるっていうのは武器になりますよ。うん、要は敵にしたら面倒くさいけど味方にしたら一番心強いみたいなクリエイターであり続けないと、うん、やっぱダメですよ。ある意味ガーシーさんもそういうタイプですよね。そうです本当だから接してみて思ったのは、これは確かに友達だったらこんな力心強い人はいないって思うから芸能人があんな寄ってきたんだろうな。そうですよ。でも友達もこう、あの、いつ半身になるか分かんないから怖いですよね。おー、身の輪ってそうか。そう、でもそこはだからでも僕そういうザラザラするのがね、好きなんですよね。わかります。いや、全然わかります。本当に僕は別にそもそもそのアウトローな人たちとかかったことのない人生だったから、魔力チャンネルでちょっとずつ出会ってたので、うん、一番最初とか父ヤクザ母ストリッパーみたいな人を取材してる時に、うん、そんなこと聞いちゃっていいんだろうかみたいな、ちょっとドキドキしながら聞いてましたね。でこっちがドキドキしてるとそれ結構画面で伝わるんだなってのは思う。いや、そうっすよね、うん、逆に言うとバレますけどね、あの、100% 乗ってないなこれみたいな時そう、まさにだから僕が言った乗ってないものはその見てる人も乗らないですからね。これからはなんかどんなことしたいとかあるんですか。なんかあの、まあ、こういう作品作りたい、本作りたいとか、それともうっすら人生的にこういうことしていきたいってのもいいんですけど。僕は本当ないんですよね。うーん、常にもうやめたいっていうか、そんななんかをやりきったとも思ってないし、常にもうやる気があるわけじゃないからもうないっすね。でも常にやる気がないのにガーシーさんみたいな人が現れて、ああ、興味あるなって思って行っちゃう感じなんですよ。もうややこしいこと行きたくないと思ってたのにみたいな、出てきちゃったよみたいな、これ行かなかったら損すんなみたいな、後悔すんなみたいな。ああ、なんでね。そうか、じゃあそれがもう世の中を見ながらそういうものが落ちてくるとちょっと
とこう僕的には落ちてくるのを待ってんじゃなくてもう興味ないし落ちてこないでくれって思ってんのにやっぱたまに出てくるじゃないですか、うん、ああいうモンスターみたいな人が、うんうん、そうなった時も誰よりも早く会いに行きたいって思っちゃう。じゃあ今年はもうゆっくりなんですか、ガーシスのああいう本が落ち着いたらって思ってるんですけど、うん、まあ何個かはありますよ。ただそれも言ったみたいに時代とのクロスなんで、うん、いついつまでに納品しますみたいな工業製品と違うんで、僕がこう人生で僕自身がいろんなものを体験したりいいことあったり悪いことしたりしながら作っていく中でバチンとあったら産み落とすっていう感じですよ、ね、ああ、そうかね、次回作家いつになるか分かんないと思うんですね。なんか多分多くの編集者は締め切りがあってそこに向けてやると思うんですけど、僕やっぱね乗らないと進まないんで、それはやっぱ時代が求めてる感がないと無理なんで、やっぱずっと自分の中でこの編集中みたいなのをいっぱい持って、そこでいきなりギア上げる感じです。あ、これ今このこれじゃないみたいな引き出しから出して、まあ紳士だと思うんですよね。ある意味買う人がいるってことを考えると、そうです、撮影ことに関してはちょっと待たせてるのはあるかもしれないけど、要は結局名前出してやってる編集者ってほぼいないじゃないですか、うん、僕名前出してる以上なんでって思われるんですよ。なんで今なの、なんで今なの、なんで出したいと思ったのって求められるんですよね、よくもあるかも。だからそれは必要だなと思って、うん、あ、じゃあ、ありがとうございました。